水郷延岡の秋の味覚アユ。江戸時代には絶品と謳われ、遠く将軍家にも献上されていたという一級品。そのアユを取る伝統漁法が300年以上の歴史を誇るアユヤナ。環境省が提唱する香り風景100選に選ばれた全長およそ100メートルの巨大な仕掛け。これだけの規模を誇るアユヤナは全国でも珍しいという。この時期になると必ず川にヤナがかかるので必ず見に来て、もう延岡の代表というか象徴と思っています。このアユヤナを愛し伝統を守り続ける一人の職人がいた。県内でたった一人のヤナ師、高橋誠也さん。この伝統ヤナを守るためにはやっぱりもう常にその綺麗なヤナを作るのを心がけています。今回はヤナ師高橋さんの匠の技に迫るべく、藤崎アナが体を張って弟子入り。完成まで74日間、知られざるアユヤナの世界に迫ります。延岡市の大瀬川にやってきました。まさにこの場所に毎年作られる延岡の秋の風物詩アユヤナ作りを今回一から全力でお手伝いしたいと思います。お久しぶりです。なんかこうヤナの時期にしかここ来ないので、かかってない大瀬川のこの場所って初めて見たけど、うん、こういう感じ。結構激しいです。うわ、激しい激しい。ヤナ師って言われるこうヤナを作ってる方ってもうほとんどいないですよ ね、 いないですね。知られざるアユヤナの世界を勉強したいと思いますので、うん、やってみますか。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アユヤナとは、秋になると産卵のため河口付近まで降りてくるアユの習性を生かし、アユを追い込む伝統漁法。300年以上の歴史を誇る延岡のアユヤナは、地元の人々の手によって脈々と受け継がれてきた。ヤナの精悍な姿を印象付ける馬。全長およそ100メートル、55組の馬が川の流れをせき止める柱となる。3本の丸太が互いを支え合う構造となっている馬。まずはこの馬の下準備をお手伝い。チェーンソーの巧みな技が決め手となる馬作り。高橋さんは毎年たった一人でこの下準備を続けてきた。鉛筆の形みたいにこうしていくんですね。ここが地面に刺さると。早速藤崎アナが体験。チェンソーが初めてという藤崎アナ、果たして大丈夫なのか。半分まで切ったので、そこをめがけて斜めに入ってきます。これがうまくはまらないとしっかり馬が組めないわけですよね。はい、僕はこうやって10年になるんだけど、この部分を人にやらせたことは一度もないです。初めて。はい、すべて僕は一人でやっていきたい。ちーっとこう反らすような感じね。そんで意識するとどんどん難しいから、あの角に直線的にこう行くようなつもりの方がいいよ。果たして藤崎アナの腕前は。おー、素晴らしい。完璧だこれ。綺麗になった。いやいや、これ俺なんか嫌になってきたね。なんかバカらしいことだね、今まで何年もやってきたのが。いや、これいかんて、これうまく作ったら。続いてはアユが落ちるヤナの心臓部、おてす。自然の竹を一本一本すのこ状に編み込んでいく。藤崎君の場合一番肝心なとこじゃからよ。
い。やったー。見た目はものすごく地味なんですけど、鏡っぱなし、縄引っ張りっぱなし、腕も腰もパンパンです。このくらい出して、さらにこのくらい出して、お手数の重りとなるじゃかご作り。内側もう誰来たかな。はい、で出来上がる。おい、じゃかご完成。先人の発想というか、そういうのもやっぱ感心するよね。偉いと思う。作り方もその先代からずっと受け継いできて、作ってきたんだけど、それを守る僕も偉いと思う。手を抜いたら終わりですよ、これ。もう意外いかげんでもっていうことになったらいかんから、ずっと後々に残していかんいかんね。丁寧にね、仕事はしていかないと。もう川の中に重機が入って、こんな風に作業していくんですね。そうですね。とにかく何にもないとこにお手数、これを真っ先にその手順として作るんですよね。で、お手数は状態で出来上がりです。今日は周りの馬、その組み立てをやります。今の状態見て分かるように、何にもほら水も乗ってない、何の力もないですよね。でところがその馬を組んで、竹をはわして、最終的に仕上げの時にもう徐々にその水かさが増えていって、そのお手数に適度なその水が流れ込む。川をせき止めた時に水かさが増す、その高さを、そう計算して、今これを作ってるんですか。常に川の表情を見ながら進める柳作り、その設計図は全て柳師高橋さんの頭の中にある。霊屋さんの指示で数センチ単位の調節をしながら、しっかり馬を噛み合わせて組んでいきます。水の中での作業なので、かなり大変な作業です。一本一本の馬は川底に直置き、水の勢いに耐えられるよう岩で補強する。これも昔ながらのやり方。水が例年に比べると全体的に、2、30センチぐらい少ないから、その分はちょっとこう楽ですけどね。だけどこの130メートルの川をせき止めるっていうこと自体がもう容易なことじゃないんですよ、やっぱり。それをやるんだからなかなかですわ。柳に関する知識と経験は誰にも負けない自信がある。その技は柳師であった父はじめさんから受け継いだ。中学3年ぐらいですかね、15歳ぐらいですよ。その時から鮎とか、鮎を取ることとか、船を操作するとことか、そういったものにはもう大人以上に長けてまして、当然親父が僕を基地を割りまして、手伝いさせられたんですよね。当時親父がやってたことを思い出しながら、手伝いやってたことを思い出しながら、スムーズにその柳を作れる状態だったんですよね。父親から柳師としての知識と勘は手に入れた。しかし経験だけでは手に負えない瞬間も目の当たりにしてきた。馬が浮いた。あそこ一本。台風、異常気象、過去には柳が流されたこともあった。馬がね、ひいひい悲鳴上げてるようなその感覚に陥るんですよね。 でもその馬同士がこう手を組むように、人間みたいにこうスクラム組んでこうやってる、そういったところを見るとね、そんな石がこける音がしたりとか、馬がきしむ音がすると、もう頑張れお前どんならできるっていうその、声かけ、そういうのをやっぱするときはありますよ。もし誰もいないときに頑張れっていう、そういうその気持ちになりますね、やっぱりね。藤崎アナが高橋さんに弟子入りして2ヶ月。
55組の馬が川に大きなアーチを描いた。この日が最後の作業。馬に沿って竹のすのこを立てていく。この立てすがダムのように川をせき止める。ヤナの水かさが少しずつ上がっていく。立てすの前側よりもだいぶ流れが強い中で、隙間に岩を詰めてこの立てすを支えていきます。かなりきつい作業です。立てすを入れると、そこから溢れた川の水が次第にお手すに流れ込んできた。今年も柳師高橋さんの勘は当たった。作業開始からおよそ3時間30分。今年のアユヤナが完成しました。ありがとうございます。綺麗にお手すに落ちましたね。うん、水、まあちょっと多めかなっていうくらいだけど、まあこれでいいと思います。出来としては、今年の柳はどうですか？まあいつもの柳もいいんですけど、今年はまあ 100% ですね。やっぱ、アユが食べたいんですけど、だいたいどのぐらいでお手数に、まあ、そうやね、1週間から10日え1週間から10日ぐらい多分食べるかな。落ちる始めるまでそんな待つんですか？すぐすぐこう、いや、あゆも警戒心が強いからやっぱりすぐには落ちない。マジか。マジマジ、もうそんなあゆはバカさんじゃないから。藤崎アナ、まさかのお預け。1週間後、果たしてお手すにあゆの姿は？います。柳が完成して1週間、果たしてアユは入ってるんでしょうか？せいやさん、います？まあ少し落ちてるよ。いる。おっきい。すごい綺麗なアユですね。いいアユだね。落ち始めたんですね。昨日の夕方頃からね、徐々に落ち始めたですわ。うわー、すごーい。思ったよりでかい。大きいですね。これは柳の出来がいいってことですかね。いやー、それもありますよね。だけど、やっぱりこれをほら最終目的としてるから、やっぱ嬉しいよ。嬉しい嬉しい。これですよね、ほら。ね、一番おいしい、おいしい頃の食べ頃の、みんなのおかげで柳ができて、こういうのが取れるっていうことは幸せですよ、やっぱり。今年のアユ柳に落ちた天然アユ、焼き上がりました。おめでとうございます。大きい、立派なアユですね。初めてのアユですね。食べますか？いいですか？一応、行きましょうかね。じゃあ早速ですが、はい、いただきます。いただきます。初物です。うめえ。うまい。やっぱめっちゃ身が引き締まってますね。うまいね、やっぱね。天然は全然違う。ましてやそのほら柳落ちの、産卵アユだからやっぱ美味しいですよ。適当に脂乗っててね。そしてやっぱこうやって柳を見ながらっていうのが格別ですね。いいね、あの天気もいいし。まあこの日を待ってました。せいやさんにとって、このアユ柳ってどんな存在ですか？そうですね、とてもその立てるのにも苦労しますし、怖いようで、だけど何もなく出来上がってこの姿を見ると、ずっとやっていたいなっていう、感じですよね。ずっと続けていきたい。そうですね、もう元気でいる限りはやっていこうかなとは思ってます。職を失ったらいつでも引き受けます。年月を重ねればいい柳師として生きられるかもしれない。僕はそう思います。
じゃあ何の時はどうぞよろしくお願いします。まあ、もうやめやめ、まあ、でもやめたらもう今回学んだんで、うんうん、とりあえず、うんうん、いやアナウンサーとして頑張ります。え、あ、そうね。まあいいや。